雇用関係の基本施策に関する件、特に年金振替加算の事務処理に関する問題について調査を進めます。この際、政府及び日本年金機構から順次説明を聴取いたします。まず加藤厚生労働大臣。加藤大臣。8月3日付で厚生労働大臣を拝命いたしました加藤勝信でございます。どうぞよろしくお願いいたします。この度日本年金機構において振替加算として支払うべき年金を適正に支払っていなかった事案について、支払うべき年金が適正に支払われなかったこと、また支給漏れが判明した年金受給者の皆様にご迷惑をおかけしていることは誠に遺憾であります。日本年金機構においてはお支払いを11月から着実に実施するよう事務を進めております。また国民の皆様からの問い合わせにしっかり対応できるよう専用ダイヤルの増設、日本年金機構のホームページでのきめ細やかな情報提供などを行わせております。後ほど日本年金機構理事長からも改めて説明がございます。厚生労働省としては日本年金機構が事務処理誤りの根絶に向けた取り組み、業務手順やシステムの点検などにさらに努めることにより、今後こうした事態が生じないように適切に対応してまいります。